先に行け。ルフィ、ついてこい。ソラ、この人たちがハートレス？ついてこい！神だ！さあ、行け！
探してたって俺を？彼らはキーブレードを持つ者を探していたんだ。ねえ、僕らの船でいろんな世界に行ってみようよ。リクと帰りに会えるかな。会えるさ。本当かい？知らない。でも会えてはいないと王様に会えないだよ。ソラ、行ってこい。友達を探すならなおさらだ。そうかな。でも今の君は船に乗せられないな。怖い青、寂しい青頭。どうりで僕らの顔は面白いと思った。笑顔が船のエネルギー。笑顔？すごく面白いよ、その顔。行くよ、俺も会いに行く。ギョ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 。僕ルフィ。俺ソラ。僕たちは仲間だ。あんなガキがどでかいハートレスを倒しちまった。あいつ何者だ？あれがキーブレードの力だ。あの子供の強さではない。あの子をハートレスにしちまえば話は早いってわけだね。そういや小僧と一緒になった二人組、あれでも王の家来らしい。見たかよ、あの間抜け面。お前さんの顔も負けちゃいないぜ。黙り！おやめ。キーブレードと選ばれし者、闇の扉を切り開くか、それとも闇の深さに飲み込まれるか、どちらに転んでも利用価値はあるさ。Thank you.
Thank you.
Thank you.
変遅刻。あの方きっとお待ちかね。急いで行かなきゃまた叱られる。今度はわしの首が飛ぶ。ひっちゃかめっちゃか遅れちまって、歩いてたんじゃ間に合わない。どうしてあんなに小さくなったんだろう。お前さんが大きいだけさ。しゃべった。あんまり大きな声だから目が覚めちまった。おはよう。おやすみ。もう少し寝かしとくれ。待てよ、どうすれば小さくなれるんだ。薬があるじゃないか。そこにさ。
今より開廷する。裁判をするの？どうして？裁判長はハートの女王陛下。この娘が今回の事件の犯人であることは間違いない。なぜなら私がそう決めたんだから。そんなのってないわ。被告アリス、何か言いたいことがあるかね？あります。私悪いことなんてしてないもの。女王だかなんだか知らないけど、あなたみたいなわがままな人今まで見たことないわ。お黙り。この私を怒らせる気かい？なんだかかわいそうだな。でもね、僕らは他の世界に参上したら。あうしゃ。そう、それはダメなんだよね。判決を言い渡す。被告アリスは有罪。ハートの女王である私を襲い、ハートを奪おうとした罪である。あ、この娘の首をはねよう。いやよ、助けて。ちょっと待ってよ。なんだお前たちは、裁判の邪魔をする無礼者め。俺たち真犯人に心当たりがあるんだ。そうそう、ハートで。とにかくその子は犯人じゃありません。バカおいでないよ。なら証拠は？